動画はバレンタインのルックブックになっています。今回は私の骨格であるナチュラルさん得意分野の服も紹介しています。もちろん骨格ナチュラルさん以外の方でもバレンタインコーデの参考になると思いますので、ぜひ最後までご覧ください。それではやっていきましょう。レッツスタート。イエベハルさん大優勝のコーデとなっています。イエベハルさんなんですけど、真っ白な白色よりも少し黄色みがかったオフホワイトの色味がより顔写りを良くしてくれます。またこちらの生地光沢感があって高級感のあるトップスになっています。トップスが華やかであると顔写りっていうのもとても華やかに写ってくるものになります。こちらに合わせてそのベージュの色味のズボンを履いています。フラッとしたズボンよりかは少しフレアのものを着ていただくと足がより細く見える、とても似合うボトムスの形になっています。髪の毛もふわっと巻いていただく顔タイプエレガントさん、そしてイエベハルさん骨格ナチュラさんの大優勝コーデになっています。で最後に実は髪型も骨格ナチュラルさんの
特徴を捉えています。っていうのも骨格ナチュラルさんっていうのが中村アンさん、長谷川純さんなどいらっしゃるんですけれども、そういう方って実はショートヘアよりボリューム感のある無造作ヘアが似合う骨格になっています。また私のカエルのタイプがエレガントなので、そちらのエレガントさんにも似合うように前髪を少し長めに流しながら無造作に髪の毛を巻いています。そういう部分でも真似していただけるととっても嬉しいです。骨格ナチュラルさんは大きめのアクセサリーをつけていただくより華やかになりますので、ぜひぜひ参考にしてみてください。この動画を見てバレンタインのルックブック参考になったよって思ってくださったり、あ、このコーデ好きだなって思ってくださった方はチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。またこういうコーデが見たいなっていうことであったり、この服好きだったよっていうことがあれば、ぜひぜひコメント欄でどしどし書いてください。皆さんの声が実りますように。それでは次の動画でお会いしましょう。 See you soon! バイバーイ。